えー、皆さんこんにちは井上博之です、えー、今日はですね、えー、価値ある生き方についてお話をしたいと思います、えー、特にパワーポイントは用意していませんのでお話だけで何か皆さんに伝われ,れば幸いです、えー、人生100年の時代に価値ある生き方をどうしたらいいのか、えー、ここはすごい重要なテーマだというふうに思っています、えー、実は私今年歓歴になるんですけども、まあ、皆さんからなぜそんなに若いのかとか 元気なのかって言われるんですけどもそれはやはり自分の価値目的が明確でそれに対して何をやりたいか要するにやりたくないことはやらないっていうのがねその選択がしているあと同時にまあ誰と会うかっていうことに関してもやはりこう自分の価値目的に対して会うことまあそれをしっかりしてるんですね。まあ僕は生きている限り最後まで成長できるっていうことがすごく大切だなというふうに思っているんです。そんな中でですね 価値ある生き方ってどういう生き方なのかっていうのを今回ですね人生の黄昏れを黄金に変える賢者の生き方ということでサーマーク出出版版から本を出版させていたただきましたこの本は皆さんにぜひ読んでほしい一冊なんですけども。 価値ある人生100年生きていくためにどういう考え方をした方がいいのかということをしっかり伝えているある意味私の人生を通じての集大成的な本にもなっていますぜひお読みしていいただければなと思いますし今日はですねよくですね仕事だけに対して一生懸命やっていて。 自分のプライベートの部分、まあ、人間関係家族の問題とかもありますよね仕事してると家族との時間が取れないとかあとはそうですね健康面に対して管理ができていないえまあその結果、まあ、経済的にどこかでも満たされてないっていう、まあ、そういう人が結構いたりするんです。え私自身ですねあの 人生どうやったら幸せになるんだろうというふうに思って、講談社のですね、時を超えた一流の生き方っていう本を実は作りたいと思って企画を出したんです。それはですね、多くの人を見てるときに、なぜあなたはこの人とお付き合いするの不安だからとかっていうんですね。で、不安だけどその人を見てついていったとき、人生後悔しないのっていうのを何か見てると僕の目線から見たときにそれは違うなというものがあったんですね。で、そういう人たちを見たときに、まあ人生を えー、生涯ですね本当に幸せだったっていうそういう生き方をしてる人っていうのはどういう人なのか、えー、死ぬ時まで幸せだったっていう人をですねぜひ調べてみて、えー、そのポイントとなってる要素は何があるのかっていうことを明確に示してあげることで、えー、その人たちがお付き合いした時にあこの人どうも違うなとかこう人生の見極め付き合う人の見極めをしてほしいっていうのがすごくあったんです。 えーまあ、そういう時にですね、まあ、講談者と話をした時に「まあ、時を超えた一流の生き方」じゃなくて、えー「一流の死に方」っていう本で <laughs> 出そうということで、えーまあ、ちょっとですね、まあ、何でもそうなんですけど、まあ、マイナスの言葉で本を書くっていうのもどうかなと思ったんですけど、まあ、あのその時は「一流の死に方」っていう他の本と並べた時とても目立ったし珍しいタイトルだったのでその本を出しました。で実際ですね 一流で死んでいった人っていうの歴史の人たちも含めです。いろいろ調べたんですねそうするとですね意外と最後まで幸せだったという人が皆さんがご存知のような人でも意外といなかったんです意外といないんだなで、まあ、現在ねすごく活躍していて幸せそうに見えてももしかしたらこれから先で不幸になる可能性の人もあるのでとにかく死んだ人ということでいろんな文献を調べながらまあ調べていきました その時ですね、仕事に成功したけども、まあ結構そして資産も持ったけど、そのことが不安で周りの人を信じることができなくて人間関係悪く、そして最後は寂しい思いで亡くなっていった方とか、まあ結構多かったんですね。で、皆さんのご存知のジョブズですね。ジョブズもまあけん最後の言葉という本の中で、たくさんのまあ地位や名誉や資産をたくさん持ったと。 でほとんんど人生の全てのものてもはは彼は得たんじゃないでしょうかね、まあ、映画でも本当にもう大成功の一人だと思うんですけどけど実際に彼は人間関係でものすごく苦労していて人を信じることができなかったという意味で、まあ、ある意味仕事は成功したけども、えー、人生において孤独だっていう部分も悩みがあったんではないかなというふうに思うんです。でジョブズがですねその中で言ってたのは最後やっぱり死んでいく時にねやっぱり自分ががんなって。 健康というものに対して自分はそういう本を読んだことがなかったまあまさに自分がこれを読まなかったということに対し非常に後悔しているわけですおそらくジョブズにとってその時癌を救ってくれる医師がいたら彼にとって一番大切な人偉大な人は誰かあったらおそらく救ってくれた医師であってそしてそれに勝る人生の価値はないと思ったのではないでしょうかそのようにですね多くの人を見ていると仕事では成功するけど 他では成功ししてなないいいいいととううう人が多いなというふうに思いました、えー、私自身ですね、まあ、歯科医師になって、まあ、卒業して、まあ、帰る海外留学したいと思って、まあ、その前に大学院行こうと思って、えーまあ、大学院当時ですね6年とか7年、まあ、僕の大学がかかっていてなかなか4年で終わらないところだったんですけどなんとか4年で終わりたいと思って、まあ、とにかく、まあ、寝ても起きてもですね極端に言えば人に話すこともですね全ての行動を4年間 大学院を修了するために時間を使うよう,うにやってきました。おかげさまでですね、まあ誰よりもやったっていう自分の自信もあるんですけど、まあ最短の三年半で論文を書いて四年の三月三十一日付の学位記を取ることができたんです。ある意味大学院のときには大学院以外の研究以外のことは全く一切興味なく、例えば懇親会とか。 まあ新年会とかあってもですねえみんながその後2次会3次会とか行くのにえ医局に戻ってそして研究するみたいな。で大学にある一定の時間はいるけどこれ以上人の付き合いの中の自分の生産性が低いと思ったらそこはもう帰って家で研究のデータを蓄積して。 えー、そして次の日のデータ管理のための準備をして、えー、人よりも早く大学に行って研究もしたっていうやり方をずっとしてたんですただ人間関係はねやっぱり大切にしなくちゃいけないと思ったので、えーまあ、先輩とかの関係性に関しては、まあ、しっかり皆さんとくすろぐがな時間の時にはくすろぐという、まあ、そういうことをしていたので、まあ、大学の中で、まあ、特にその まあ大学院生の時に何か問題があったということではないんですけども極端なまあ生き方をしてたというのは確かにあるかもしれないです。まあ、ある意味僕も仕事りの人でまあ卒業した後ともですね、まあ、一流の歯科医師になりたいと思ってたわけですからその後ともうとにかく日本中だけではなく世界中のセミナーにも参加して勤務している時も 休みの日があったらその日もアルバイトですよね他の休みがあれば他の日は研修ですねアルバイトで食べたら研修会を全部お金を全部研修会に使うとにかく高額なものでもとにかく参加するということを知っていてもう歯科医外のことに対する知識はもう何もないですねだから極端に言えばバランスがものすごく悪かったこちらの人間なんですねであるときに 開業して年年か3年経った時に家族の交通事故実はこれはですねもう想定外の交通事故で両親にそんな旭川僕は帯広なんですけど旭川まで行かなくても富良野で休憩して帰ってくればいいんじゃないかっていう話を言われたんですけどちょうど翌日日本青年会議所の入会日で、まあ、兄もリーチョーだったので、まあ、最短の帯広ではあ6年だったんですけど6年でリーチョーを目指すにはちょうどいい期間だと思って6年兄からもそう言われてたので、まあ、そこを目指して。 してやろうと思った前日だったんですねでまあ青年会社セミナーでもただいないただいさえいないのにこれもうね青年会社行ったらもうなおさらもう家族の時間がないと思ったので、まあ、近くより遠くが満足度高いだろうっていう感じで行った時に、えー、車の照明衝突の事故ですね、えー、本当に自分の人生って一瞬でねあのー、何が起きるかわからない今こう話している僕が明日どうなるかもわからないわけですね まあその時に本当痛いほど分かって、えー、まあそれから旭川日赤に運ばれて80名の遺血をしてそしてまあったんです、えー、そんな中でですね自分の中で今まで医療しか全く勉強していない僕が旭、えー、川まで片道4時間往復で8時間だったんですけども、まあ、ある時ですねもう目がもう涙目で疲れるんですけどその時にふと 何でしょうかね、本屋に行くこともないのに、駅の、本屋に寄ったんですね。そこでパッと見たのがナポレオンヒルの、え、思考は現実化するっていう本だったんです。で、成功に関する自己啓発書があって、あ、成功するためには成功する考え方がなければ、成功ができないんだって初めてその時知ったんです。あの、逆に言えばですね、何も勉強してなかった。本屋にも行ったことがないような僕ですから、もうそういうのを見た時に、人生の逆境にいても、これからの人生どうなるかわからない。 だけど今までやってきた時間を価値に変えるじゃあ片道4時間をセミナーの時間片道え帰る4時間をセミナーの時間往復8時間を週末の自分がやめたセミナーの成功にかける時間にかけようと思って勉強してきたんですね。で目が疲れたらまあたまたまその本の中にオーディオの教材があったのでオーディオの教材を見たら190万とか200万ぐらいするんですけどただオーディオで即聴で聞けるっていうことなのでそれをまあ自分の中で、えー 目が疲れたら耳で学ぼう耳が疲れたら目で学ぼうそして成功という考え方を身につけなければ人生は成功できないのだから24時間成功というものに対して聞き続けようとにかくもうそれ以外のことは聞かないで当時潜在意識というのは分からなくて潜在意識という自分の知識の貯蔵庫の中に入っていることが無意識の選択と行動になっていくんだっていうふうに言われたときにあじゃあ僕の潜在意識の過去のものを全部捨てよう。今から僕の えー、心の中知識の貯蔵庫の中は成功という概念で無意識の選択と行動できるまでの自分になろうこれが自分の今の人生の逆境から抜け出すために一番必要なことだと思ってナポロンヒルやジグジグラやブライアント・レーシアやポール・ジェマイエやもうとにかく世界中のフルキットをまずまあそして、えー、まあ、ね、寝てる時も起きてる時も例えばどっかしまあそのたまたま あのセミナーに途中から勢いになって、えー、うちの、まあ、家内が ICU で話せなかったので、えー、ペンボードで刺しながら、えー「パパはいつも一番がいいよね、まあ」まあ頑張るから勉強に行って」って言われたのでそこから勉強会に行くようになったんですねだけどその時にも、えー、お風呂に入っている合間もお部屋にいる間も外部音声でずっと成功哲学大きく、まあ他は一切聞かないまあ極端にここっっっちちりりなしとかこっち寄りだったんです、ねまあ、まあ極端なんです僕の場合はね。 でそんなことをしていてまあある時船幸夫さん中谷さんと、まあ、講演をする機会があってまあその時にやっぱりいい講演をしたいな自分の人生を変えたいなということで事故、えー、の話をした時にそれがたまたま編集者の人に、えー、目に留まって、えー、100番部ののを作ろううよということいこで出版したのがきっかけだったんですだけどね本気で講演望んだ時に今でも思い出すんですけど会場の全員がもう泣いてました。でもう 講演が終わった途端に、まあ、著者さんという人もたくさんいたんだと思うんですけど、まあ、僕は著者さんという存在自体も,もう関心がないし興味がなかったのでもう行列名刺交換ができないぐらいその休み時間でというぐらいできたんですね。なんか神では宿った瞬間とかね降りてきた瞬間なんででですすよ、ね、それで、えー、自分で奇跡を起こす方法っていうのをああの本を出してそしていきなり Amazon で142時間、えー、総合1位でそしてアンビリーバブルに取り上げられてベストセラー化していくんですけども。 である時、まあ、そういう歯科医師っていうポジションでもあるので、まあ、自己啓発をいろんな方と、まあ、プログラム出してるようにいろんな方と親しくなった時に、まあ、あの人も活躍してるよこの人も活躍しているよって世の中の活躍してる人をだんだん知っていくわけですねだけど仕事は成功しているのにプライベートがうまくいってないとか健康管理ができてないとかなんか成功って何なんだろう成功って仕事だけが成功なのかな成功してないじゃんみんなって思ったんですね。 で僕はその中であ成功っていうのは仕事が成功することも一つだけどそれは人生のたった一部でしかない。えこのダルビッシュがね、えー、野球の,あのワールドクラシックの中で言ってたのは野球で勝ったって負けたってそんな人生の一部じゃないかってそんなに深く考えなくていい自分の人間がどうであってそして人生がどうであることなのかよっぽど自分の 生きていく上で大切なことなんだまさに僕もそこを見たときにバランスは悪いと思ったんですあ、何か違うなじゃあ世界中で成功しているような、えー、モチベーションスピーカーってどうかしたら意外とその人もそうでもなかったり僕は司会しだからいろんな人から裏情報をくったくなく聞くことができたんですねそのときに、えー、成功ってそういうことじゃないよなってせたくさん勉強したときにあ、そっか成功っていうのは簡単に分ければですよ 仕事お金人間関係健康のバランスが取れてるってことが大事なんだなというふうに思ったんですなぜ仕事お金人間関係健康のバランスこれが大事なのかと思ったのは医療系の3年間で1000万以上するものすごく優秀な世界的にも活躍する先生のセミナーに行ってたときに君たちは歯科医師として何項目の学問が必要だと思うって言われたんですねそれを縦板に全部合わせた何項目なん 言われた時普通考えてないですねでその先生は27項目言ってじゃあ27項目のこれが一つ自分ができてなかったら風呂の桶の縦板から水が流れてしまって結果的にはその喫水性の人にしかならないだろう。だから明確に自分が何をもって一流の、まあ、理想的な歯科医師になるのかそのためにはどういう学問が必要なのかどれぐらいのレンジであるのかこの相対的なものが人生の中の君たちが目指すところなんだと言われたんです。 でリビヒの栄養論の法則というのがあってビタミンも過剰摂取したらそれは廃止される要するにバランス、まあ、家で言えば豪邸を建てたとしても砂の上に建てたら壊れるのと一緒だということなんですだから軸をしっかり組み立てていくことが大切だそうやって見たときにあ人生の成功者っていうのは成功してないんだ本当はそのことをこ、まあ気づいていないある意味仕事というパフォーマンスを世の中に示していることによって自分の価値を売ってるだけ。 まあある意味ブランディングと集客ということになると思うんですね。だからなぜそうなるのかというと本当に全部満たされている人って世の中に出てこないと思うんですよ。で全部満たされている人飲みにも行ってないと思うんですよ。だから本当に成功している人たちすべてを満たしている人たちで会う機会が実はないんですよね。でそんな中でじゃあ成功ってバランスだなと思ったときに何が大切なんだろうと思ったんです。 でその時にやはり世このあ後東間会長も話しますけど我々の使命はとかね我々のミッションは理念はまあまさにそこなんですねこれをまず持つことがすごく大事だこれなくしてもう人生を語ることはもうできないこれは個人でも企業でも全てだと思うんですねでまあこのことはおそらくまあ自分の人生をかけて生きていくわけだかけてね 本当に間違った選択はしたくないわけですよね。信じたものが自分の生きている限りにおいて間違ってない選択、これをやってよかったっていうものにしたいなっていう思いがすごくあったんです。その時にミッションは間違いないと思ったんです。これを決めずにして会社なり生きていくっていうことは人生が結果的には後悔する生き方なんだなっていうふうに思ったんです。もう一つは何かって言ったらやっぱり潜在意識が大事だと思ったんです。 え潜在式は一流の人はみんな潜在式が大事だよと言うけど潜在式ってまあ当時ですねあまり科学的な部分がなかったのでえーマーフィーの潜在式の法則まあ思いの法則という形で言われていたんですけどただ今は量子学も含めてエネルギー論というのが 非常に分かりやすくなってきた。まあ現時点の化学物理は8割か9割はまだ未解決と言われてますけど、だけどまあ量子学というのがあって、すべての物質はエネルギーだから、このエネルギーの法則があるんだっていうのが分かって、そして知識の貯蔵庫だっていうのがあって、そして潜在意識は良い悪いの区別がつかない。まあそういうことをまあ本で知ったわけですね。まあそれがきっかけで僕は潜在意識の中の自分過去のコーヒーというものがあったとしたら、コーヒーを全部捨てて。 そして成功という潜在意識の中に知識の中に徹底的に入れることによって自分が歩こうとする瞬間髪を触ろうと瞬間全部の瞬間が成功によって無意識に何か必要なことを必要とする人間になろうと思ってずっと聞き続けたというのはそこにあるわけですね。でこの方向性と無意識にその潜在意識を活用したことによって自動的に人は 自分の成し得る方向に向かっていけるということに気づいたんです。で、ミッションというのは何かって言ったら、ミッションというのは自分の価値目的なわけですけどね。で、価値目的って、じゃあ具体的にどうやって決めていくのかって、まあ、多くの人はですね、これを聞いてても、ミッションってどういうふうに決めたらいいんだろうというふうに思われている方がいると思うんですね。まあ、価値ってね、自分の周りを見たら、まあ、自分の周りに置いてあるものは価値なんですよ。どういう人と一緒にいるかって、どういう人に一緒にいるかっていうのも価値なわけですよ。 で何に怒りを感じるかってっ怒りに感じることも、まあ、それは自分の価値観に対する、えー、相手のとの違いから生まれてくるこれも怒りが価値だったりもすするわけですよね価値っていろんなところにまあ存在していて、えー、じゃあどうやって価値を決めていこうかと思うんだけども皆さんの価値を決められない理由の一つの中に皆さんの培ってきた今の意識はなぜそこに意識があるんですかという話なんです。それは皆さんが 過去に生まれてきたどういうご家庭で生まれてきてどういう両親の言葉を受けてそしてどういう情報を与えられてきたかそ,のそれによって作られている自分の思考性、まあ、その心地よさが次の段階の選択と情報になっていくわけですね。ということは皆さんが何か急にミッションとかやられたところでミッションということを聞いてじゃあどうしたらいいんだろうって思ったところでこの話を聞いても。 要するに元の自分に戻ってしまってミッションというものを見つけられないし、えー、見つけようとしてもまあ二三日は思ったとしてもそれを継続して大切だと思うことができないんですだから多くの人がミッションを持ってないというのはそういうことなんですねだから人間のまあ脳科学的な一つの原理としてなかなか変わるということが難しい変えられるということがないで同時にまあ壮大なミッション価値目的をもとって 例えば他のものを見た時に「こんなの私に無理よ」とか「私にこんなことを、えー、一つの方向性を持って生きていくなんかできるんだろうか」ってこう思ってしまって結果的にはミッションじゃなくて、えーまあ、目の前の分かりやすい、えー、今年は日本一の売り上げを上げようとか私はダイエットでここまで達成しようっていう目的のない目標の中に生きていくってことになるわけです。だから、まあ、僕ののの周りにも日本一の、まあ、営業マンの方がご相談し 来るんですけど、えー、まあ売り上げはずっと日本一だとかいしけで、だけどさらに売り上げを伸ばしたいという質問が来ますよね。でそれはなんかどこかで自分の中でうんもうちょっと枯渇してるんですね。もうずっと一位だから。でそれはなぜかって言ったら目標に来てしまって、それだけの人でもミッションというところに気づけてないからなんですよね。だから人はだまあ目標に対してはまあ。 それに対してはまあ必要と考えることができるけど、ミッションというものはない。だから結果的にはいつもやってることのすべてが一貫として自分の人生の中の幹になってこないということだと思うんです。まあ当然コロナで皆さんたくさん事業をいろいろ厳しい状況にあったときに考えるのは、えー、何をやったらこの状況だと事業体系をもっとよりよくしていけるんだろう。目先の利益を考えるわけですね。 そうしたら結果的には会社の方向性社員に対する方向性もどんどんずれていくまあ,あのアドバイスも含めて方針がどんどんずれていくその時我々のミッションは何なんだろうっていうふうに考えたとしたらこの状況の中でミッションというものを関連付けた形の中で新しい事業を生み出すのと全く考えないで新しい事業を生み出すのも違うし逆に今の事業の中で今動けないからこそ動けるもので何か自分たちの中で今進めておけるもの で同時に動き始めた時それを蓄積してきたことによって形に変えられることが何があるんだろうっていうふうに考えたら逆に言えばそれは蓄積する時期として考え,られる,考えることもできるわけですね。でミッションをベースに今の収入源が何か保とうとするんだらそれは軸はぶれてないわけですから逆に言えば新ししいいい事業の展開として考えるきだからミッションがないとやめてしまったりとかもう大変だから無理世の中が止まってるから無理。 そしてまあ何か目先のことでまあできることないんだろうかみんな Zoom とかインターネットとか言ってるけどこれだったらできるんだろうかってやってみたら全然違うことをやってたりするわけですね。だから僕自身まあ今言うとですね、まあ、コロナでも全く東京に僕は週末年の半分は東京に来てたんですけどもほとんどまあ東京に来るものに対して変わらないですねそれはミッションが明確で目標が明確で世の中の動か,るのと動かせないものがある。 で動かせないものに対してはし、まあ、仕方がないのでその中で普段できていないことでそこを新たに構築しなくちゃいけないっていうそこの内部の部分をさらにやるべきことマーケティングしながら収入を上げながらオフの線を抜いているようなそういう事業体系ってあるわけですね。まあ、要するにテレビ局のテレビを作りながら線を抜いて止めることができないみたいな世界だと思うんですよ。 でも疲弊している世界だというのがうちに来たディレクターの方が言ってましたけど、じゃあそこを戦することも大事ですよね。そして動けるところで動けるっていうまあ外部で準備をしておきながら、ズームとかで準備をしておきながら、気を照らっていい時期に来たらそれを形にしていくってこともできるわけですね。だとしたら全く、えー、まあ。 自分の行動の中でミッションがあってプロセスがあってその中のリスクが何でそのリスクに対して何を注意すべきか分かったら止まる必要ないわけですよねだから僕はその間にも週2回のジムと週1回のボクシングは東京に来てやってましたし仕事に関する出版の準備も含めていろんなことを何一つ止めたことがないですねだからまあ国の方針としてね県をまたいじゃいけないという時に動くっていうまあそれもどうなのかなっていうまあそこの当時はちょっと言えなかったし まあ、あのいいことではないのかもしれないですけど基本的にミッションが明確だとしたらとどまることなく常にやっていくことができるんです。でじゃあミッションってどうやって決めたらいいのかっ,て言ったらねミッションってなんか壮大なものを決めないといけないというふうに思ってるんですけど、まあ、まず日本人はね真似ることが得意なわけですからいろんな人のを見てね真似てみるということをしてみたほうがいいです、えーえー。ミッションを見てですね、まあ、これは僕と合わないなと思うものって、まあ、基本的にないんですよね。 まあ表現の仕方さえ違いあったとしてもそれはすごく皆さん納得できるものなのでまず決めるということをしてくださいそれと連動的な形の中でミッションを実現するためにはどんな理想がいいんだろうかっていう理想を考えてみることが大切そして目標を立ててそれに対してプロセスをやっていくこの理想っていうのが大事なんですよねこう理想がないと人間っていうのはですねやはりこうなんでしょうかね目標を達成してしまったらミッションはあるけど なななんんかかか具体的に何かしたららいいってことこなくなんですねで理想というものを掲げた時に今の潜在意識の中の過去の理想しか考えられないということはだけど皆さんの中で理想というものをより良いものがないのかなって常に毎日忘れないでミッションと理想とそしてやるべきこと達成したいことを毎日忘れないでしてみてほしいんです。えこの間 えー、中国の方とか含めてまあ結構たくさんの何万人という方に講演をさせていただいたんですけど、まあ、すごいですよね同時通訳でやると「えー、いいね」が16万人もつくんですからね、えー、それが、えー、まだヨーロッパアメリカは結んでなくてできることは簡単にできるらしいんですけどそしたらまあ1回の講演会で100万ぐらいはね「いいね」つくるのっていうのもわけのない時代ですねこれもですね新たな挑戦をして見えてきた時にあこんなことができるんだ世界を一つにつなぐことができるんだ。ね えまあ本当に今いろんなものがインターネットもできてきて同時通訳も多分各国ごとにこうやって話しすると分散化されていくと思うんですね、まあ、そうしたら100万人のいいねも可能なんだろうなと思ったんですけどその時夢の実現という話をしたんですけどなぜ夢の実現ができないかまあそれはですね、まあ、一つにね毎日夢を持ってないということがまず一つね忘れてしまうことでかなったものは一つもないんですね。えー、皆さんがここれを叶えたいたととかこの人と まあ好きな人と恋愛したいと思ったら毎日考えるじゃないですか。まあ、毎日考えるからこそ叶うことはあるかと思うしれ毎日考えないもの叶わない。で毎日考えると何が起きるかって言ったら脳の中のラスキー効っていうのがあってそのラスキーが情報を集め始めるんですね。無意識に思っていることに対して必要なことを集め始めるんですね。だから先ほど言ったそれが潜在意識の中に蓄積されていきながら自分の夢を叶えていく。意外とね。 あのマーフィーの法則って、まあ、脳科科学学的にに解明していくと意外なシンプルに、まあ、それも科学だったんだって今だと今かるるところがあるんですだからミッションとか理想とかを常に考えていくと理想というものに対して必要なものがどんどん広がってきますしミッションを忘れないために目標に対して連動して何をやっていったらいいのかっていう情報も集め始めるのでだからえきちっと忘れないと思うことっていうのが大切なんです。 でミッションってあの別にねそうやって決めたらどんどんアップデートしていってもいいんですねで同時にですねミッションっていうのは自分の人生ののためのミッションが必要なんですで同時に仕事お金人間関係健康に対するそれぞれのミッションも大切だし理想も大切だし目標も大切なんですね。それはなぜかっていったら仕事に対する自分の価値観方向性がぶれてしまってはいけないわけですから当然そこもしっかり価値観を持ちましょう。 人間関係も自分の価値観が明確だからこそ誰と付き合うべきか誰と付き合わないべきかが明確になってくるから分かるわけですね。で当然健康に対してもお金に対してもその価値観を明確にしていくってことは今自分が生きているこの瞬間を全てを価値に変えていくっていうためにすごく大切なんですね。でまあドラッカーのトップマネージメントを受けた時にドラッカーの5つの質問というのがあるんです。それは我々の 使命は何か我々のミッションは何か我々の顧客は誰か顧客の価値は何か定量定数的な成果は何かそのために計画実行を何にするかということなんですねでそれははてててが連動しいいななくてはいけないじゃあなぜミッションというのは常に自分の今の状況に対して連動してなくてはいけないミッションと意味付けができないことっていうのはもう存在しちゃいけないっていう、まあ、ドラッカーはそこを言った時に僕はすごく感銘したんです。あまさにに自分がが意意味味けのの解釈ををしながらそそ持ってそこに来てこ来るんだろうか 例えば僕は手術まあ手術をします見学生が来ますで見学生がもし自分のミッションと価値目的が明確でそして何を目的を達成したいということでいの僕の手術を見ていればその立つ位置が違いますよね立つ位置が違うそしてそれぞれが違うかもしれないそして質問の内容が違うまあそうやって一つ一つ人たちを見ていくとですねこの人はやっぱり成功する人だな。 この人はやはりこう今を生きていくだけで将来はどうなるんだろうかっていうふうに思うっていうのはもう人を見たら一目でわかりますよね。だからミッションっていうのは一流の人はものすごく大切にしてるから、ある意味その人の行動そして発言質問を見てあこの人がどういう生き方をしているのかすごくわかったりするんです。えっ、ー、とですね、たくさんの人とっていうのがね一流の人と会ったときには褒められるのが意外なところで自分もそういうことが大切なんだなと思ったのは。 先生はどの話をしてもぶれないですよね一貫性があるよねだから先生うまくいってるんですよって言われたときにあ人との信頼の中でうまくいくかいかないかっていうのはどんな話をしててもそれが連動してるかどうか一貫性があるかどうかってことですよねここにすごく重要なポイントがあるんだなっていうふうに思いましただからこのバランスですよね先ほど最初に話した縦板の法則ルビヒの法則と一緒にこのミッション に連ミッションというのがあってそれに対して、えーまあ、全てが連動してバランスよくあるこれが人生の僕は幸せだというふうに思っているんです。でじゃあそれらを達成するために必要なのがさっっき言った潜在意識ですよね潜在意識の中にそのミッションに必要なあ具体的な知識をと自分の中にたくさんとどめていくとどめることによって自分の無意識と選択行動がいくだって自分が何かを達成したい時に理想がなくてそして、えー、それに対する えー、まあ、知識がなかったら無理なわけですね。当然そこに自分の思いのエネルギーがあって、今そのエネルギー引き寄せっていうのは自由自在に使うことはできないけども、エネルギーの存在もあるということなんです。それがですね、愛重なって自分の人生の中のより良い方向に導いてくれるっていうのはあるんですね。だから見えないことと見えることの両方をバランスよく 捉えていくこれもバランスですよね見えないから違うよとか見えるから正しいよじゃなくて常にバランスなんです、えー、人はですね何かバランスが悪いとややはりですね人間っていうのは力を発揮できないし結果的にはよりよよりい方向に身についていくことはできないですねまあ図太さと謙虚さだって両方必要なんですよね図太いだけでもダメだよね謙虚さもなければいけないとか で例えばよく人なんか私はだらしないところがあるからって言うんですねだけど完璧な自分だけだったらバランスは悪いですよねそのだらしないというところって何かってったら自分がだらしないと思っているところであって実は無意識にバランスを取っているすごく大切なところ自分があのちょっとリラックスして自分を取り戻したいとか例えば一緒にいる人があまりにもきちっとしてたらその人と一緒にいたいと思わないじゃないですかバランスが悪い 逆にだらしないっていう部分があるからこそなんか人間らしさっていうのがそれが魅力じゃないですかだけど多くの人は必ず何かこちらに偏ろうとすするんです例えば時間とかに対すするバランスもそうですよね例えば家族との時間を作りましょうっていったらなんかこう家族の時間を作ると仕事の時間がなくなるってこう割り算方式でバランスを取ろうとする、まあ、こっちはこう取ったら僕の仕事も5しかできない今まで8必要だったのにこうなるわけですよ。でバランスなんですよね 決してはあの時間とかもすべてのものは割り算とかで考えてはいけないんです足し算でも考えて掛け算になってくるんですそれはどういうことかというと自分の家族に対する一番求めていることそこをしっかり捉えて一生懸命やってあげるそれは充実度が上がるわけですね一の充実度の中の一一が一じゃなくてその深みの中の充実度は無限大にもっと深くなってる満足度が高いそしたら 仕事にしている時にも当然満たされているわけですで割り算方式でもう5やったからいいだろう4やったからいいだろうとかこの考え方が逆に言えば充実がなない表面的なものだから人生が自分のやっていることに対しても本当に応援してくれなくてはいけない人が応援してくれないために後ろ髪を引かれるようにしていつもどこか引っかかっていることでパフォーマンスが低くなるっていうふうになるわけですね。だから人生っていうのは とにかくバランスが必要なんですねだから多くの人見てる時にすごくバランスが悪いというのかねバランスを意識したらいいかなというふうに思ったりします。で人はですねこうやってミッションやビジョンや目標に対してバランスをとって生きていくんですけどもまあ時にはねバランスといってもですね極端に振った方がいいです。小さなバランスを考えると意外と物事が見えないですね。だから僕は歯科医師の勉強した時はもうなんかもう24時間歯科医師の勉強しかしてない。もう歯科医師以外の ここを世界一流を目指すという意味でこれしかしてないわけですね。で自己というところがまあたまたまリセットされたわけです。これで生まれたのが自己啓発というこ,のこっちのバランスの悪い世界24時間自己啓発しかしないっていだけどこの時に初めて僕はバランスが取れたんです。だからあまりにもバランス小さくバランスを取って。 こじんまり生きていくと俯瞰した時の自分の立ち位置何がいいのかっていうか見ることができないんです。だから時にはね思い切って振り,振り切っちゃうんですね。えー、時にはまた何かあるできるその時にバランスが重要だと思っていれば必ずバランスを取るような自分になります。だからあのバランスを取ることに怖がる必要はないですよね。そうすると俯瞰して見える。えー、人はね必ず何かをするときに何かをしていることは同時に何かができてないんです。 僕は当然ある時き司会としてそしてまあ自己啓発の勉強もしただけどこの2つはものすごくまあ成功哲学に関してもコーチの人たちといろんな,のいろんな人とお会いしてたまに東京に来てお会いした時にも「井上さんほどね自己啓発に対して詳しい人は本当いないよ」って「この人本当半端じゃないよ」って言われるぐらいに、まあ、本当にもう。 セミナーに行ってないものとかプログラム買ってないものは一つもないですね、えー、マーケティングマネジメントに関してももう販売されてる教材が50万だろうが100万だろうが即クリックですよねで即クリックで、えー、即元取れる自信がありますよねそこからプログラムを開いて、えー、診療室に行ったらすぐ元取れるいう自信もありました、えー、それはですねもう教材を買ったことでもう教材の知識が頭に入っている感覚ですよね その中の一部をもう見ただけで普通の人でも5倍も10倍もどうか吸収力があるからもうそこで話しただけで元を取るっていう感じになってる時がありましただからもう本当に膨大にお金を作るでその時にまたバランスが悪いことに気づくんですね僕は世界中の、えー、いろんな遺産を見に行ったことがない観光地がない世界中のおいしいお料理のお店も知らない、まあ、いろんなところが知らないその時自分が何かをしたことによって何かができなかった時間をどう補うのか。 その道のの道詳しいい人たたたちが僕の周りにはたくさんいたんですだから超一流というのがね、まあ、自分にとって出会い、まあ、引,き寄せ引き寄せの法則かもしれない出会った自分の価値を見て認めてくれることによって相手が素晴らしいものを持ってても自分とまあこうお付き合いしてくれた人その人たちと世界中学会とか行った時に「いや先生あそこの遺産だけは見といた方がいいよ」えここはタクシー貸し切ってでもここの村の レストランは見といた方がいいよここのお料理は美味しいから食べた方がいいよって言って常に自分の失われた時間のできなかったことを今度は積み上げていく時間はもうないので年齢的にねそこを最短最速で皆さんに自分に与えてもらうということでバランスを取っていったんですそしたらもう足し算じゃなくてもう掛け算掛け算方式ですよねもう 人生の頂点の中で何が一番大切かをその人の人生そのもので与えてもらえるわけですから。だから自分の中で、えー、バランスを取っていきながらミッションやビジョンや目標に対してその中のバランスを取っていくっていうのをそうやってしていったんです。えー、そうするとね人生ねまあ常にね好奇心がいっぱいになってきます。えー、そうするとね、えー、ある方からね言われたのはね井上先生の目標は何をゴールとしてるの。 っていうふうに言われたことがあるんです。確かに目標のゴールってまあ僕はなんかこう行動してんのを見たら何をしてそんなに一生懸命生きているんだろう。えー、僕はねあの目標は、えー、自分が成長していく段階でだんだんできていくんですね。で何に生きているのって一言言われたら僕はミッションに生きているんですね。えー、ミッションというものをまあミッションも変わってきますけどそのミッションを達成したくて生きている。で例えば目標に対して生きていくってことはねえー、何かあった自分はそこを満たしたと思うかもしれないけど。 また新たな世界が見えたときにあ、こんな環境もあったのこの選択したって自分はどうなのってこういう後悔が生まれるわけですよだけどミッションに対して生きるということは自分の人生かけた価値に対して生きているだから途中で何か途絶えたとしても人生自分は精一杯自分の人生というものを俯瞰して考えてそれに対して生きたっていうもう後悔がないんですよねだからミッションを持たない人は後悔するミッションに生きる人は後悔しないんですよ だ、それぐらいミッションって大事なんですね。まあ、あの早稲田大学の大熊講堂、大熊塾で、まあ、ちょっと講演させていただいた時も。先生は人生の中で、なんか迷うこととか、えー、そういうことないんですかって質問があったんです。まあ、学生、まあ、早稲田の、ね、優秀な学生なわけですよね。まあ、僕にしても、早稲田優秀だなと思うけど、行動に行くと、こんなに人がいるのかなってね。 こいつら本当にみんな優秀なのかなってちょっと思ったりするんだよね。で地元でまあマスダー系を育った結構優秀だから、もうこいつら全員が優秀なんだと思った時、ちょっと不思議な気持ちになってで奥馬塾って選ばれた人たちが100名ぐらいで聞いてたので、まあこの人たちから世の中を背負っていく人もいるんだろうなと思った時に、まあ中途半端な声だししても仕方がないので先生迷うことあります。迷うって意味がわからないって言いましたね。君たちの迷うって意味がわからない。僕は迷わないからそれはなぜかって言ったら自分のミッションに対して。 それをどう選択するか、その時点で決めてるので、やるべきことに対して迷うことがない。それが自分の人生のやるべきことだから。だから君たちが迷うとしたら、それはミッションを決めていないから迷うんじゃないのだ迷うっていうことを質問されたときに、多くの講師の人はそうだね、迷うよね、君たちの頃はっていう、まあなんかこう一つこう歩み寄った会話をするのかもしれない。だけどその歩み寄りは僕からするととても中途半端な歩み。 本当のことをすれば、本当のことを知って判断すれば迷うことはないということなんです。で迷ってそれが自分の思い通りにならなくても、それはそれでいいんだとえ。そこでまた改善して次の道へ進めばいいんだと。だから正しいものは何かということはないんだと。えー、マインドマップのね、えー、開発した、えー、海外の先生、ちょっと今あトニーブーザンが僕に言ってたんですけど、人生の選択なんか実験だろうって。 行っていい道だと思ったところで次の選択を間違えば悪い道だろう悪い道だと思いながら一生懸命やって次の選択の時に正しい道を選べばこれは正しい道だろうと、えー、とにかく人生っていいううのは選択選択択実験なんだっていう話をしてました、えー、ぜひですね皆さんね、えー、ミッションビジョンを大切にそのことの 価値の大切さ、そしてバランスを取ることによって人生の幸せはあるけども、実際にバランスを取れてる人がいないっていう現実。だから人を見て羨ましいと思わないでください。え人はその一端を見てるだけで、本当はとても不幸な人、本当は幸せじゃない人、たくさんいますえ。お金が幸せじゃないですね。だからミッションを持って自分の価値を明確に、そしてそれをきちっと捉えてきた人が幸せなんです。ハーバード大学の研究の75年の成人研究所のデータでもですね、 親しい人自分の中のつながりのある人がたくさんいることそれがまあ一番の幸せだって言います最後はですね人と人を大切にしていくそれが人生の幸せだと思いますし僕自身が今何をしたいのかって言ったら自分に関わる人が少しでもあこの話を聞いて人生が変わった良くなったこれをね、えー、まあ動画で見たよセありがとうっていうふうに言ってくれるそういう機会が ぜひこの動画を通じて、えー、おそらくほとんどの人はですねまあ60前の人だと思うんですねもう最近僕より年上の人と一緒に仕事をすることは全くなくなってきたので、えー、ほとんど若い方だと思うんですけども、えー、ぜひですねこの動画が皆さんの少しでもお役に立つことがあれば嬉しく思います。ありがとうございました